風俗店の経営者から用心膨大を受け取ったとして、暴力団の幹部など男4人を逮捕した事件で、県警は青葉区内の暴力団事務所を家宅捜索しました。暴力団排除条例条例違反の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団住吉会系幹部の最上隆博容疑者と、組員の小倉隆之容疑者、風俗店を経営する 高島忠夫容疑者と風俗店従業員の渡辺元気容疑者の合わせて4人です警察によりますと最上容疑者と小倉容疑者は今年4月ごろ青葉区国分町で風俗店を経営している高島容疑者から店の用心棒代として渡辺容疑者を通して現金2万円から5万円を受け取った疑いが持たれています最上容疑者は 県内ののの住吉会組組織織うち構成員が最も多いいトップとみられています警察は捜査に支障があるとして4人の認否を明らかにしていません。県警は 青葉区内にある指定暴力団住吉会系の事務所を家宅捜索し段ボール2箱分の関係資料を運び出しました警察は暴力団による組織的な関与の可能性があり用心棒代が資金源になっていたとみて捜査を進めています